プライマルスクリーム、プライマルスクリーム、プライマルスクリームは1982年にスコットランドのグラスゴーでボビー・イギレスピーとジム・ビーティによって結成されたロックバンドである。プライマルスクリームはその長きにわたる活動の中で音楽性を多分に変化させてきた。当初、ビーティの十二弦ギターが印象的なギターポップバンドだった彼らは代表作スクリーデリカで ダンスミュージックに接近し、ドラッグレイブカルチャーとの結びつきを強めた。彼らはアルバムごとに変化を続け、ポストパンク、ラブ、ガレージロック等、様々なジャンルを内包した楽曲を発表し続けている。彼らが長年在籍したクリエーションレコーズ主催のアラン・マッキーは、プライマル・スクリームをレーベルのベストバンドと評した。ボビー・ギレスピーとロバート・ヤングは、共に クラス号のキングスパーク、セカンダリースクールに通っていた。ギレスピーの父は熱心な労働党支持者で、労働組合の幹部を務めていた。ギレスピーには二つ年上のアラン・マッキーという友人がいた。当初ギレスピーとマッキーは大親友というほどではなかったが、ギレスピーが誘ったシンディジーのショーをきっかけに連れ立って、コンサートへ足を運ぶようになっていった。彼らは当時流行していた。 パンクロックを通じて信仰を深め、マッキーが1975年に学校を退学する頃には互いの一番の親友となっていた。パンクに出会った彼らは反抗期を迎え、音楽のこと以外には興味を示さなくなった。当時の彼らはいつも喧嘩越しで信じられないほどの感触持ちだったという。アンドリュー・イネスはザ・ドレーンズというバンドでギターを弾いていた。 このバンドのベース募集に、マッキーが応募したことで彼らは出会った。マッキーは、この募集への唯一の応募者ということもあり、ベースプレイヤーとしてドレインズのメンバーに加わることになった。ギレスピーはマッキーを通じてイネスと知り合った。二、3ヶ月が経ち、イネスとマッキーは、ドレインズの他のメンバーを追い出し、ギレスピーを加えて、キャプテンスカーレットアンザ・ミステロンズというバンドのような、 ものを始めた。当時の彼らはザ・クラッシュやザ・ジャムに夢中でパンクの有名曲を弾くことができたイネスをギレスピーは尊敬していた。このバンドごっこの後、イネスとマッキーは1978年から1979年にかけていくつかのバンドに所属した。このバンドの中には後に RCA レコードからいくつかのヒットシングルを出す H2O も生まれている。 1980年の6月、マッキーはイネスの誘いでロンドンへ上京した。マッキーはグラスゴー時代と変わらずイギリス国鉄で働き、同僚女性と結婚した。彼はイネスと自身のバンドで活動する傍ら、リビングルームというクラブイベントを主催し、次第にインディ界隈で名の知られる存在になっていった。一方イネスは薬物中毒に陥った結果肝炎になり、 後に肝臓を一つ摘出した。一人グラス号に残されたギレスピーは友人のジム・ビーティとプライマルスクリームを結成した。彼らが作ったエレメンタルノイズテープスマルデモテープはギレスピーがゴミ箱を叩き、そこにビーティがファズギターを乗せていた。ギレスピーは1987年に ブライトンに移住するまでグラスゴーを拠点にしていたが、1983年にはリビングルームにたびたび出演するようになっていた。プライマルスクリームは1984年10月に正式な初ライブを行った。アイロニカルだけどパブリック、イメージリミテッドみたい。マッキー曰くこの頃のバンドはポストパンク的なスタイルを取り入れていた。当時のギレスピーは、 プライマルスクリームの活動と並行してジーザスメリーチェーンのドラマーを務めていた。彼は以前オルタードイメージズでローディを務めた経験があり、気象が激しいドラマーが手に負えなくると代役としてドラムを叩いていた。ギラスピーはメリーチェーンがサイコキャンディを出した絶頂期に正式メンバーとしての誘いを受ける。彼はこれを拒絶してメリーチェーンを脱退した。また、 ギレスピーはこの時期印刷工をやっていたため、マッキーが設立したクリエーションレコーズのスリーブは彼が印刷していた。1984年、バンドはマッキー率いるクリエーションレコーズと契約し、ビーティが作り出す12弦ギターの音色が特徴的なオールフォールダウン、クリスタルクレッセントというシングル2枚を発売した。シングルのレビューにはしばしザバーズ、 スモールフェイセズ等が引き合いに出され、2枚目のシングル、クリスタル・クレーセントの B 面に収録された。ベロシティ・ガールは、エネミー氏が付録につけた C86 というカセットテープの1曲目に収録され、ささやかな注目を浴びた。ザ・ストーン・ローゼズのジョン・スクワイアは、後に、この頃のプライマル・スクリームのスタイルが彼らの、ファーストアルバムの青写真になったことを話し入る。ローゼズのヒット曲、 メイドオブストーンがベロシティガールと告示していることも周知の事実だ。1986年にはボーカルにギレスピー、ギターにビーティとイネス、ベースにヤングというラインナップが揃った。1987年、プライマルスクリームはマッキーがワーナーと共同出資して設立したエレベーションレコーズからファーストアルバムソニックフラワーグルーブを発売した。 作中の何曲かには、後に、正式メンバーとなるフェルトのキーボーディスト、マーティン・ラフィが参加した。バーミンガム出身の、このキーボーディストには、ギレスピーと同じく労働組合幹部の父がいた。元、レッド・クレイ・オラの名誉トンプソンがプロデュースした。このアルバムは、メディアの高い評価とは裏腹に商業的な成功は、収められかった。ワーナーから契約を破棄されたバンドはクリエーションに、 復帰し、12000ポンドのレコーディング費用を受け取り、次のアルバム制作に取り掛かった。ファーストアルバムで、ギレスピーと共に、バンドの中核を担ったビーティはすでにバンドを離れていた。ビーティ脱退後、ヤングが、ベースからギターへ転向し、ビーティ、ギレスピーの連名だった。ソングクレジットは、すべてギレスピー、イネス、ヤングの連名へと変わった。 1989年に発売されたセルフタイトルのセカンドアルバム、プライマルスクリームはガレージロック色の濃いアルバムとなった。このアルバムはインディチャートでトップとなるがチャートからは4週間で姿を消した。後年、クリエーションのプレス担当を務めたジェフ・バレットは誰からも受け入れられなかった。全く誰からもと当時の状況を振り返った。好意的な記事は メロディメーカー氏にわずかに乗る程度に終わり、最終的にバレットはクリエーションを解雇された。彼はプライマルスクリームとの関係を継続させてくれるよう懇願したが、マッキーはそれを受け入れなかった。バレットはクリエーションを離れた後、知人を介して知り合った人気 DJ アンドリュー・ウェザーオールにプライマルスクリームを紹介した。ウェザーオールはセカンドアルバムの中から、 アイムルージングモアザンアイルエバーハブというバラードを機に入り、後にイネスと共にこの曲にリミックスを施した。このリミックスはローデットという名が付けられ、シングルとして発売された。ローデットのホワイトレーベルは芝叩く間に、イギリス中の DJ へと行き渡り、プライマルスクリーム発のヒットシングルが生まれた。ローデットには当時の最先端のあらゆる要素がすべて詰め込まれ、 アシットハウスとロックのカルチャーを一つにまとめていい。当時のプレス担当は、こう振り返った。ローデットを含むバンドの出世作、スクリーマデリカは1991年に発売された。作中の代表曲、ハイヤー、ザンザさんは、ストーン・ローゼズのフールズ・ゴールドと、ナミ、セカンド・サマー・オブ・ラブと称された世代のアンセムとされた。アルバムのクレジットには、ウェザー・オール、ジオーブ、 ヒューゴ・ニコルソンといったダンス系のミュージシャから、ローリング・ストーンズとの仕事で知られる、ジミー・ミラーまで様々な顔ぶれが並んだ。より、ダンス的なグルーブに傾倒し、時代を切り取った、このアルバムは、マーキュリー賞の初代ウィナーとなった。アルバムは50万枚のヒットを飛ばした一方で、マッキーは、利害関係の対立から、バンドのマネジメントを降りた。同時に、バンドは、ほとんどのメンバーが、 ヘロイン中毒になっていた。当時の彼らのエゴの発露ぶりを見るとレコードは4000万枚、売れたと思えるかもしれないけど、実際は50万枚だったとは、後年のマッキーの弁である。スクリーマデリカの一連のツアー後、バンドはアルバム制作のために、ラウンドハウススタジオへ6週間から2ヶ月ほど入った。まずマッキーは彼らにカバーをやってもらおうとスタジオを40時間、えたが、 上がってきたのはひどい出来の5曲のみであった。バンドはイギリスを離れ、メンフィスで3ヶ月ほどレコーディングを行った。制作には、ジョージ・クリントンなどの巧妙なミュージシャンが退去して参加した。プロデューサーには、トム・ダウドが起用されたが、彼は全ての音をフラットにミックスしてしまい、新たに、ブラック・クローズとの仕事で知られるジョージ・ドラクリアスがミックスをった。 制作費用は42万ポンドまで膨れ上がり、マーケティングに投じられた50万ポンドと合わせて、クリエーション史上最高額となった。70年代中期のローリングストーンズを模倣したような内容のギブアウトバットドントギブアップは、1994年3月に発売された。復帰したバレットの尽力もあって、発売前に批判的なレビューは一切出ず、 ロックスというヒットシングルも生まれた。しかしアルバムには発売後から、オーバープロデュース、期待外れなどの不満があちこちから紛失し、ギレスピーも、ほんの数曲以外は、全部打曲と述べ、失敗作であることを、案に認めた。プロデューサーのダウドはひどくギレスピーを落ち込ませて、しまったらしく、彼はこの後の3年間レコーディングされた、どの曲も歌おうとしなかった。 ナオコのアルバムからクリエーションはソニーミュージックの参加に入った。1996年秋、イネスの提案から6ヶ月の休暇を挟んだバンドには解散したザストン・ローゼーズからベーシストのゲリー・モンフィールドが加入した。マニのニックネームを持つこの男はシングルにもなったコアルスキー、そしてモーターヘッドのカバーの2曲でベースを弾き、バンドに再び勢いを取り戻した。 マッキーは、ここで、バンドとしてのあり方と自らの音楽を見直したとしている。この頃から、ソングクレジットには、マニとダフィの名も加えられた。コアルスキーを先行シングルに、バニシングポイントは1997年の6月に発売された。アルバムは、ダブの影響が色濃い作風となった。クリエーションと深い関係を持つライターの伊藤秀次は、 ダブからロックンロールまで多彩な要素が自然に昇華されたアルバムと評した。プロデューサーはブレンダン・リンチが務めセカンドシングルになったスターではオーガスタス・パブロがピアニカで参加した。コアルスキーのミュージックビデオは1996年のシングルザ・ビッグ・マンザ・スクリーム・チームミート・ザ・バーミー・アーミー・アップタウンで共演したアービン・ウェルシュの監修のもと 元ジーザスメリー・テェームのダグラス・ハートが監督を務め、モデルのケイト・モースが出演した。バニッシング・ポイントは1971年アメリカで公開されたロードムービーで公開から年月が経った当時でもカルト的な人気を持っていた。アルバムタイトルはこの映画から撮られたもので、コアルスキーはこの映画の主人公の名前である。同曲中には映画の中から撮られたセリフ。 音声がいくつもサンプリングされている。同年10月にはエイドリアン・シャーウッドによるダブリミックスアルバムエコーデックが発売された。1998年にカットされたシングル If They Move Kill M にはマイ・ブラッティ、バレンタインのケビン・シールズによるリミックスが収録された。このシングルにはさらにジーザスメリー・チェーンのダークランズのカバー。 アットランズが収録されている。メリー・チェーンはこの年クリエーションに復帰した。1999年までにギレスピーとマッキーは和解した。マッキーは同年の11月にクリエーションの閉鎖を宣言し、2000年1月に発売された XTRMNTR エクスターミネーターはクリエイオンレコーズ最後のアルバムとなった。ケビン・シールズケミカル・ブラザーズ ニューオーダーのバーナード・サムナートーンが参加した。このアルバムは、今までにない政治的姿勢を打ち出した攻撃的な歌手が並んだ。パブリック・イメージ・リミテッドの名が引き合いに出されることも多かった。このアルバムは、売り上げはさほど伸びかったものの、多数のメディアから好意的なレビューを送られた。久方ぶりに制作に深く関与したマッキーは、間違いなくこの年のベストアルバムに入ると絶賛た。 10年後に振り返ったとき、ミナ・プライマル・スクリームは、いいバンドだったと口にするとも、その言葉は、現実のものとなり、2009年に、エネミー氏が発表した2000年代のベストアルバム100、1000の中で、このアルバムは3位に、ランクされた。ライブメンバーには、ケビン・シールズが、ラインナップに加わった。1991年の、ラブレス以降、狂人との扱いを受けていた。 マイブラッティ、バレンタインのフロントマンは、プライマルスクリームのギタリストとして、久方ぶりに、ステージに立った。彼は2000年の終わりにはグループを離れる考えがあったが、その後何年かギタリストとして、ツアーを共にした。マッキーは、プライマルスクリームオアシスと並べ、クリエーションの2大バンドと称した。彼らは、オアシスの売り上げには、到底届きようもない、自分たちの分は、 賄えるが、レーベル全体は賄えないバンドであったが、クリエーション消滅後、レーベルの主要人物は皆、プライマルスクリームが、クリエーションのベストバンドと口を揃えた。エドワード・ボールは、プライマルスクリームは、クリエーションという王冠における宝石のような存在、とした。マッキー、ボールはそれぞれ、スクリーマ・デリカと、XTR ・ MNTR ・クリエーションの、ベストアルバムの一枚に選んだ。 ボビー・ギレスピーの各歌詞は、XTRMNTR のツアー中からさらに、過激になった。ツアー中に披露された新曲は、ボム・ザ・ペンタゴン、ドレスデンといったもので、反米姿勢を前面に打ち出していた。彼らは、ソニー参加のコロンビアレコードへ移籍し、2002年、初頭に発売するアルバムの制作を進めていた。2001年9月11日の、 アメリカ同時多発テロ事件を受けて、アルバム制作は頓挫した。現実のものとなってしまった、ボム・ザ・ペンタゴンは、ライズへ、政治的な歌詞が目立った、ドレスデンは、デトロイトへ、曲名が変更された。当初4月に発売がアナウンスされたアルバムの発売は、結局8月まで延期された。日本版は7月31日。同年の MTV ヨーロッパミュージックアワードの、 ビデオ部門にノミネートされたミスルシファーを先行シングルにイーブルヒートは2002年8月5日に発売された。前作の路線を継承しつつ、パンクっぽさは減った。マニコのアルバムには久方ぶりの参加となるアンドリュー・ウェザー・オール・ヒキール・トゥー、ローンズ・スーウーズメン、ケビン・シールズ等がプロデュースを務め、ジーザスメリー・チェーンのジムリード、ロバート・プラント、ケイト・モスがゲスト参加した。 2006年6月に発売されたライオットシティブルースは、近作のエレクトロニクス路線から大きく転換した、ストレートなロックンドールアルバムになった。元キリング・ジョークのユースをプロデューサーに迎えたアルバムは、原曲を書くのに4、5ヶ月、リハーサルに2、3ヶ月、レコーディングに2ヶ月弱という短期間で完成に、至った。ギレスピーは、基本的なパートは4、5日で15曲取り終えたと、 話した。作中、ウェンザー・ボム・ドロップスでは、エコーザ・バニー・メンのウィル・サージェントが、個性的なギター披露している。先行シングル、カントリー・ガールは2005年のフジロックフェスティバルで、初披露され、チャート5位を記録する、ヒットシングルとなった。アルバム発売前、ヤングは健康上の問題からバンドを離れ、リトル・バーリーのバーリー・カドガンが、代役に収まった。 2008年7月、B ユニークへのレーベル移籍後、第一弾となるアルバム、Beautiful Future を発表。同年のフジロックフェスティバルでは、今和の清志郎が、ガンの再発のために急遽でをキャンセルしたため、出演が予定されていた2日目に続き3日目には、ヘッドライナーとして、代役を務めた。2011年は、 スクリーマデリカのオリジナル版発売から20周年となりリマスター音源やボックスセットが発売された。一連のリリースに伴い2010年末から2011年初頭にかけイギリス、オセアニアを回る記念ツアーが開催された。同年、マニがザ・ストーン・ローゼズ再結成のため脱退したのに伴いデビー・グッキー、マイ・ブラッディ・バレンタインがサポートベーシストを務めた後 2012年に無名の新人シモーヌ・バトラーが加入した。2013年、イグニッションレコードから5年ぶりのスタジオアルバム、モアライトがリリースされた。同アルバムでは、ジェイソン・フォークナー、元ジェリーフィッシュがタイブの曲でベースを弾いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。